おはようございます。今日はですね、お休みなので上野のですね、日野屋さんにちょっと行こうかなと思っております。この間友人からちょっと聞いて知ったんですけど、今年、2021年にの、新作で日野屋さん別注の、ランドオブアロハの黒がブラックが出るということでですね、ランドオブアロハずっと欲しかったんですけど、2002年が最後でそこからこう出てなくて、ずっと欲しかったんですよね。青が欲しかったんですけど、まあ結構前じゃないですか、2002年だから。もう今探してもないんで、ランドオブアロハやんないかなと思っていたら、今年なんかその日野屋さんの別注っていう話だったのを聞いたので、今日はね、直接日野屋さんにちょっと行ってみようかなと思っております。ただまあ友人からは近日発売らしいよっていう噂を聞いて、そっから2日ぐらい経ってるんで、まだこれからの発売なのか、発売しもして今売ってるのか、発売したけどもう即完売してるのかとか、その辺の情報全くわからないですよね。まあ電話すればわかるんですけど、まあそれもちょっとつまんないし、どうせ上野にはちょっと行きたいなと思っていたので、今日はね、直接もう日野屋さんにちょっと行ってみようかなと思っております。でまあちょっと買うかどうかはもちろん試着してみてとか、サイズが残ってるかどうかもあるし、まああと黒はね、着たことはもちろんないので、まあそれが似合うかどうかもすごい重要なところなので、ちょっと着てみてね、いい感じだったら買おうかなと思っております。とりあえず寝起き5分って感じなので、まあすぐ風呂、今ちょっと風呂入って目覚ましておこうかなと思います。ちなみに余談なんですけど、これウェアハウスさんの今年の正月に買った直営限定のセットなんですけど、1ヶ月干して、その後結構今寝巻きで使ってるんですけど、めちゃくちゃいいですね。雰囲気がどんどんこうちょっとヴィンテージっぽくなってきて、なんかこの感じでこうどんどんやれていったら、すげえほんと古着っぽくなるんじゃないかなと思いますね。おはようございますというわけで、とりあえず風呂行ってきます。小学校の時カブトムシを飼ってて、スイカをよく食わしてたんですけど、入れとくとすっげえ臭くなるんですよね。飼ったことある人ならわかると思うんですけど、でカブトムシのその虫かごを開けるたびに、スイカのちょっと腐ったようなというか、カブトムシとのこの擦れたような匂いがして、それから俺スイカがカブトムシの味に感じちゃって食えなくなって、しばらくすっげえ嫌いだったんですけど、やっと最近食えるようになりましたね。もうちょっと記憶がだいぶ薄れて食えるようになりましたね。で大体この話をして、スイカでカブトムシの味するから食えなくってさっていう話をすると、大体カブトムシの味ってカブトムシ食べたことあんのって大体9割ぐらい言われますね。はあ、風呂入ってきました。すげえさっぱりした。やっぱ風呂はいいっすね。生き返るわ本当に。準備が整ったので、上野に日野屋さんに、まああとその前にちょっと軽く、まあ、普通に飯を食って、昼飯を食って、日野屋さん行ってみようかなと思います。はい、ちなみに今日はね、100トラで行きます。はい、100トラ、赤の100トラとヘインズのお気に入りのポケティと、あと下はね、久しぶりにヴィンテージの66シングル履きました。これ結構でかいですよ。34、5くらいあんのかな。全然ジャストサイズで2、3インチ、下手すら4インチぐらいでかくて、ウエスト結構ベルトでギュッと締めてるんですけど、結構100トラ L サイズかな、だしちょっとね大きめなんで、結構ねこの赤の100トラにこのゆるっとしたちょっと太めのパンツが似合うかなと個人的には思っているので、はい、こんな感じでね
今日は行こうかなと思います。木の屋さんに来ました。でですね、別注まだありました、ありました。しかも今 SML ありました。ちょっと着させていただきます。これ M です、 M ですね。 M ちょっとじゃあ M を着て、これ長袖も入ったって聞いたんですけど即完売だって聞いて、まあすぐでしたね。早かったです、はい、もう速攻です、はあ、それ結構お店に来て買ってくる、はい、それもネットでも結構もうブランドウアルファなら間違いないみたいな感じで買ってくる。結構常連のお客様と、はいはい、あとは、まあ、ネットですね。一番ネット。だからネットで、はい、もう一日にすごい。なるほど。はい、なんか結構見たら2002年ぐらい、はい、結構前にやられて、はい、しばらくやってなかったんですよね。だからランダムラファ自体、ランダムアラフ自体で。そうですね。だからそうですね。じゃね、はい。だからそれはそれで新色が出れば、あとはそのやっぱり色が変わるらしい。そうですね。ブラック。おお、これは、はいはい、まあ、縮みますかね。洗ったら縮みが入る感じですか。あ、そんなに縮まないですけど、あの、そうですね、まあ、サイズ感は、まあ、個人的にはややゆったりぐらいの感じが一番ベストかなと。そうですね、はい、なんか、あの、やっぱ何年もそんなに一気にガツンとは来ないんですけど、はいはいはい、やっぱり、あの何年か着てて、はい、結構こう洗っていくと、はい、やっぱこのステッチ部分結構こうよれて、はい、ちょっと丈上がる感じとかあるので、はい、僕も前は結構そのジャストで例えば M で買って、はいはいはい、で結局、まあ、S に近いより、はいはい、ぐらいの感じになっちゃって、はいはい、着なくなっちゃったやつも結構あるので、すげえわかります。はい、まあ、これぐらいなら、まあ、ちょっと縮んでも安心なるほど、うん、かなっていうぐらいのサイズ感がいいかなとは、はい、ちょっと L もじゃ着てみていいですか。ああ、うん、S はもうないかなと思ってるんですけど、ああ、この感じだと、そうですね、もう S で今の縮まなくてこれでちょうどいいかなと思ってるぐらいなので、はい、縮みがこれで出るならちょっと、意外に L でもそこまででかくないですか。そうですね、もっとめちゃでかいのかなと思いきや、はい、意外にこれで縮んでくれたらなんか意味はちょうどよくて、意外に多分出たり、はい、気がします。今の感じだったら結構なんかちょっと緩い感じで流行ってる流れの感じだと思うんですよね。
いや、まあ、この花粉自身でもまあ、うん、なんか中のクリシャルさんの方もなんかバランスもありますよね。はいはい、今日着てる T シャツの感じだとやっぱさっきのやつだとちょっと縮んだら縮んださっきのでもちょっとこう出てたんでタイトかなっていう気はします。でもこのままだと確かにまだちょっと大きいなとは思うんですよね。そうか、柄はいいっすね。やっぱ柄いいですね。このランナーマルマに限ってはもう今季は篠谷さんじゃないですよね。そうですね、篠谷さんでですね、はい、しかもブラックとなればもう完全に、もう一回 M 着てみていいですか。あ、はいはい、やっぱこれ竹がやっぱここからもう一発縮まれると、はい、結構タイトになる、まあ、着方だと思うんですけどね。そうですね、どう着たいかっていう。もう体型的に普段 L とか選ばれることあんまないんじゃないですか。俺去年の、はい、アロハに限ってはほぼ L です。へえー、あ、そうなんですか。ほぼ L です。ちょっとでかすぎたなっていうのも、あの物によってこう染色のせいか、はいはい、結構個体差あったりするじゃないですか。変わりますよね、個体差っていうかデザイン差が、はい、なんでこれでかすぎたなとか、うん、100トラの赤とかはすごい L でちょうどよかったんですけど、はい、黒とかだとちょっと縮みすぎてちょっとちっちゃくなりすぎててみたいな、ちょっとねバランスが難しいなっていう。だからガラガラによって、はい、サンサーフさんだからもう M 確定とかじゃなくてじゃないっすかね。結構ガラによってもっと言うと年代によっても違うし、はい、結構ワイドに作ってんだな今季とかあるじゃないですか、はい、だからちょっとね本当に試着は必須だなと思いつつ、あと結構似合うかなと思ってたが、あ、好きな柄が意外と自分に似合わなかったりとかあるんで、ね、難しいんすよね。なるほど、どうしよう、 M、L どっちだろう、どっちだろう。え、こんなんあんの今。昆虫食。大人気ドライオオスズメバチを甘いキャラメルでコーティングしてみましたじゃないんだよ。すごっ、はい、今ね一通り上野でお店見てきたんですけど、もう夕方です。早いっすね。結局ねちょっとサイズもいろいろあってちょっとね決めきれなかったんですよね、はい、まだちょっと在庫あるっていうと、ちょっともうちょっと悩もうかなと思ってます。はい、あとあの日野屋さんで、あの前に、鎌田さんが着られてたあの同じやつ、あの色の結構ムラのあるいいやつ、手染めかなのやつの34サイズもまだ、唯一それだけ残っていて、いやあれすげえ気に入ってるんでいいなと思ったんですけど、34がねやっぱちょっとちっちゃくて、多分俺はやっぱ36サイズじゃないときついかなと思って、結局ここでサイズ妥協して買うと後々、やっぱりってなるパターンかなっていうのはもう学んでるんで、ちょっとね悩んだ挙句っていう感じですけれども、ただまあちょっと本当まだまだ欲しいものがありすぎてちょっと吟味しないとなっていうところです。はい、まあとりあえず今日はこんな感じです。またね。